百0 0英図伝大京小京大橋は中国語漢末期の女性。父は教皇、妹は小京孫作の最小。聖子では大橋とされ、教皇の娘で、孫作の妻としか記述されていない。三国衆油伝によれば、199年12月、妹と共に漢城を占領した孫作軍の捕虜となり、 孫作の最小の一人に加えられた。廃中の公表殿には、孫作が小橋をめとった周遊に、教皇の二人の娘は故郷を失うことになった。わけだが、我々を無子殿にすることができたのだから満足だろうよと言ったという。しかしその後、四月来たらずで、孫作が死亡、所生の子供の記録もない。孫作の目掛けにされた直後、演術。 竜医竿の妻子らと共に、クレグに装置された後の消息は、一切不明である。やし、洋安筆記では、複数の魅力を合わせ持つ女性の一人として、名が上がる。なお、夫の死後の数ヶ月後に亡くなったと伝承される。小説、三国志演義においては、いわゆる、妄想公本など一部の半本において、姓を、今日に改められ。 神魚落眼平月恥花ほどの絶世の美女とされている。妻となった権威は語られていない。孫作臨終の際、恐怖人の名前で登場し、異名により姑である呉夫婦人を養う。赤壁の戦い動機に諸葛亮が周遊に対し、曹操が新高氏を奪おうとしているとほのめかしたため、周瑜が激怒し、開戦を決意させたように描かれている。 狂撃、鳳凰に高しでは、狂恋という名で登場する。ありがとうございます。